ですか。はい、それではですね、ちょっと今日複雑なのでちょっと時間がかかりますが、始まりましたでしょうかね。はい、通話に参加って私別にボタン押さなくていいんですよね。ええ、あのね、もう通話なってるので大丈夫だと思うんです。そうですよね。はい、わかりました。はい。はい。それではですね、はい、あ、もう始まってますね。こんばんは、こんばんは。こんばんは、今日はですね、久しぶりに早川牧師を迎えてですね、あの、新春談義新春談義を今日ですね、あの、来週の予定だったんですけど、今日急遽、はい、こういうふうにした方がいいのかな、顔が、早川牧師の顔だけ大きくしたいんですけど、できるのかな。いやいや大丈夫です。どうすればいいのかな。早川牧師の顔だけを大きくしたいんですけどね。大丈夫です。小さくて大丈夫です。まだ慣れてない。もうスカイプ20年はやってないけど、15年ぐらいやっててまだ慣れてないんですけど。いやいや。はい。じゃあまあ、少し一部映ってますので、はいはい、どういう、はい、こういうふうにやったらいいのかな。はい、皆さん映るかな、映ってるかな。はい、じゃあもう一度、あの、仕切り直しで、早川先生、はい、こんばんは。はい、どうもこんばんは。はい、あ、お元気でしょうか。はい、元気でやってます。ああ、そうですか。はい、本当に久しぶりです。久しぶりですね。はい、久しぶりです。はい、麻生さんもお元気でしたかね。はい、あの、はい、毎朝毎晩7時からですね、はい、はい、あの、放送しております。はい、素晴らしいですね。あの、早川さんはいかがですか。最近は何か変わったことありますか。そうですね、いろいろありましたですね。はい、例えばですけれども、はいはい、そうですね、昨年ですね、はい、私、この喉にですね、はい、脳胞という、まあ、病気が見つかったんですね。はい、あ、水ですとか、はい、血が固まる、あるいはたまるんですけども、5つぐらいそういう、まあ、袋状のものがあったんですよ。はい、で、お医者さんからは、この、まあ、喉の中にある、はい、甲状腺の、まあ、中に、うん、その脳胞という、まあ、血だったり水の塊、うん、まあ、そういう袋がある、うん、だということで、はい、甲状腺全部取りなさいと、手術で全部取りなさいと言われたんですね。うん、でもそういう手術をしてしまうと、うん、一生涯、うん、まあ、薬を飲み続けなきゃいけないんですよ。うん、はい、で、私はそれは嫌だなと思いまして、まあ、もちろん祈ったんですが、うん、あと、食事も変えてみたんですね。はい、で、その結果ですね、まあ、見てわからないとは思うんですけども、本当に消えたんですよ。まあ、一部ちょっとまだ残ってるところもあるんですけども、ほとんど消えたんですね。はい、そのようなことが、まあ、去年一つありました。はい、そうですか。とても、はい、神様に感謝していると同時に、
やっぱり自分が本当に変なもの食べてたんじゃないかなってね、あるいは変なもの飲んでたんじゃないかなって、まあ、そんなことをあの考えさせられました。はい、麻生さんはお元気でしたか。はい、はい、そうですね、最近ちょっと記憶力が記憶力がなくなってきたので心配なんですが、なんとかこう記憶力がなくならない、自分で訓練しております。あ、そうですか、はい、そうですか、はい、あとあのそうですね、うちの息子が、はい、去年の8月の、後半ですね、はい、やっぱりコロナに感染したんですね。あ、そうですか。はい、でまあ私と一緒の家に住んでるんですけども、私と家内と娘はあのコロナにはならなかったんですね。はい、でそういったことからですね、あの、まあ、コロナについていろんなことが言われているんですけれども、はい、あのやっぱり、しっかりと感染対策をすればですね、本当に防げるものだということを、まあ、私は、まあ、感じましたね。そういったこともあの昨年は、体験しました。でそれに伴ってあの、まあ、コロナに関するあるいは、ワクチンに関する、いろんなあの本だったり、資料を、まあ読ませていただきましてですね、またいろんなことをですね、感じましたね。はい、麻生さんはきっとそういったコロナに関してあるいはワクチンに関してですね、はい、放送の中で触れているのではないかなと、あまり触れるとね、はい、バンされちゃうんですね。だから気をつけながらやってるんですけど。なるほどなるほど、そうですよね、はいはい、ですので私もですね、本当に確かな情報だと言えるものだけを、うん、まあ、ピックアップして、うん、いろんな方に伝えるように、させてもらったんですね。はい、でちょっと一つ紹介していいですか。はい、お願いします、お願いします。はい、まあこれあの今度日曜日また、教会でお話ししようと思っている、まあそのメッセージに使おうと思っている資料なんですけど、はい、これあの日本の厚生労働省があの、まあそのホームページの中で発表している正式な文章なんですけれども、うん、何のための文章かというとですね、はい、これあのファイザーの、コロナワクチンを日本政府が、まあ日本の厚生労働省がですね、はい、認可しましたよということが書いてある、まあ、書類なんですよ。ですから許可証のようなものなんですね。これ正式な許可証です。ですから、はい、でこの中には、まあ、ファイザー製のコロナワクチンがどういうものかということがしっかり書いてあるんですね。ですからこれは本当にあの陰謀論でもあの何でもない、偽りの情報でも何でもないんですよ。日本政府が、まあ、発表している厚生労働省の、まあ、書類ですから、ここに、まあ、全て書いてあると言えるんですよね。で私があの、まあ、びっくりしたのはですね、これを読むとですね、まあ、今回のこのファイザー製のコロナワクチンというのは劇薬であると書いてあるんですね。まず劇薬と、まあ、歌われているわけですよ。劇薬っていうのはあの毒薬のおそらく下に一つ下のところにランクされるものだと思うんですけれども、それぐらい、まあ、強い、薬ですよ、それぐらい強いワクチンですよということはここに書いてあるんですね。そしてあのこの、まあ
ファイザーのワクチンを承認する前にですね、はい、日本の厚生労働省はいろいろ調査したわけですけども、はい、このワクチンがですね、まあ脾臓であったりいろんなその、臓器に行ってしまうということがまあ分かっているんですけれども、卵巣にもこのワクチンが到達するということがしっかりと動物実験で、まあ、証明されたってことが分かったってことがこの書類にはしっかりと書いてあるんです。でこれ大体70ページぐらいの、書類なんですけれども、これをめくっていきますと、はい、ですね、非常に面白いんですよね。これ見えますかね。はい、はい、見えます。これ黒塗りの部分があるのが分かるでしょうか。はい、見えますね。はい、このようなですね黒塗りをされているページが12ページあるんですよ。ということは厚生労働省はですね、全ての情報をこのファイザー製のコロナワクチンに関して日本国民に開示していませんということになるわけですよね。つまり情報が一部隠されたものであるということです。こういうそのなんて言いますか現実があるんですけれども、新聞もテレビも、メディアは全くそういったことには触れないですよね。これがいわゆるやっぱり情報に、関する一つの大きな問題点であると、言えるんですね。ですのでやはり私いつも思っていましたけど、情報っていうものに関してですね、流されてくるものだけを鵜呑みにしてたら、これは大変なことになりますよということが、言えるんだろうと思うんですね。このことは本当に祈るためにもですね、とても大切なポイントではないかなというふうに思っています。間違った情報であったり隠された情報であったり曲げられた情報を握って祈るのとそれに気がついて祈るのとでは全く違う祈りになるのではないかなと、思うわけですよね。ですからやはりしっかりと私たち調べてですね、鵜呑みにしているだけでは情報に関しては良くないと、いうことを本当に、私はこの、ワクチンに関してですね調べた結果とても心から強く、思うように、なっているんですね。はい、麻生さんはいかがでしょうか。いや、同感ですよ、同感ですよ。私もまだワクチン打ってないんですけどね、やっぱりこのいろいろな疑問があって、信用できないというね、そういう労働厚生省のその、情報に黒塗りがたくさんあるっていうこととか、いろんなツッコミがたくさんあるのでね、そういうこうなんて言うんでしょうかね、情報が隠されているなんか、あえて隠されているような感じがあって、そうですね、そのはっきりしないものを自分の体の中に入れるっていうのはちょっと怖いじゃないですかね。そうですね、その緊急処置だとはいえどもですね、やはりもうちょっと正直な態度っていうか、なんかこう隠された雰囲気がもうたくさんあってですね、そうですね、情報をカットされるとかね、そういうこともあるので、やっぱりそしてその
義務化っていうんでしょうかね、調整して打たせようとするところに何かですね、まあ感じるというかね、やはりまあ世界中で義務化反対のデモがありましたけど、まあその事実がよくわからないのでね、その強くああだこうだ言えないんですけど、やはりあの、まあ今のところワクチン打たなくてよかったなとは思ってますね、はいはいはい、はい、あのやっぱりこれからあの今麻生さんが言われた義務化、はい、義務化っていうことがですね、はい、あのいろんな面でもっとあの強調される世界になるのではないかなと、まあ、思うんですね。あのその時にやっぱり私たちがあのどれぐらい、まあ、情報を持ってるのか持ってないのか、その持っているものが本物か偽物か、あるいはあの今示したようにですね、まあ、国が全てを国民に見せていないという事実を知ってるか知らないか、そういったことで本当に私たちの判断がですね変わってくるというふうにも、まあ、思うんですね、ですのであのみんながやるようなこととかみんなが持っているようなことに関してはやっぱりこれからも私は調べられる限りは調べた上で、まあ教会の皆さんにも伝えて、まあ一人一人があとは最終的には判断して、例えばファイザーのあるいはモデルナのワクチン打つか打たないかは一人一人が決めることになるんですけどもね。そうですよね、まあでもやっぱりこういう情報があるよとか、情報を全て、開示されてないよとか、そういったことをですねやっぱりあの伝えていかなければいけないかなというふうにも、まあ、思っていますね。そうですね、はい、まあ、世界、はい、うん、どうぞどうぞ。世界的にねその人権とかあの信教の自由とか言論の自由が脅かされてきてるような雰囲気が、アメリカもそうですけど、そうですね、あのだんだんこうちょっと顕著になってきた感じがして、そうですね、これも何かこのワインド時代の、霊的な流れではないかなというふうに感じますね。はい、まあ私本当にその、自由にあの信仰が表せないということに関してですね、まあ、1月の2日の日曜日に少しメッセージの中で、触れたんですけれども、私あのトランプ大統領前大統領のことを思い出してたんですね。彼は、大統領になる前ですね、再び、私はアメリカでメリークリスマスと言えるようにする、そういうふうに、まあ、選挙キャンペーンの中で言っていたんですよね。それを思い出したんですよね。というのは、ハッピーホリデーズとしか今アメリカでは公共の電波を通しては、言えないという、まあ、事情というか雰囲気があるわけですけども、やっぱりそんな中でですね、トランプ前大統領は、大統領になる前に、私はもう一度メリークリスマスと言える国にしますと言って、そしてまた大統領になった後、しっかりとホワイトハウスからですねメリークリスマスと言い、そして、イエス様が誕生したというメッセージをですね、まあ、公に、国民全体に伝えたわけですよね。そういう大統領ってやっぱりもう彼しかいなかったなっていうことですね。だから彼はやっぱりそういったなんて言いますかね、全体主義的な、全ての人が、まあ、仲良く
なるためには、キリスト教のその信仰を切り捨てなければいけない、そういうまあ雰囲気をこうしっかりとブロックしたというか阻止したというか、まあ本当にいろんな壁を打ち破ろうとしていた、まあ人物だったなっていうふうにまあ、思ったんですね。まあだからこそいろんな批判を受けたんだろうと思うんですけども、まあそういったところに私たちはさっきの話ではありませんけど、ただ単に流れてくるマスコミが流してくる情報に、翻弄されずに目を向けていかないと、まあ、正しい判断ができなくなってしまうと、まあ、そういう時代に生かされているんだろうなというふうに、まあ思いますね。麻生さんは最近はあれですか、トランプ大統領のことはお話しされているんですか。ですね、今でもですね、あの選挙は不正選挙じゃないかというふうに言ってますし、で今年が 中間選挙ですよね。でおおよそですね、共和党が、過半数を取るという見通しが強いんですよ。ですから、まあ、トランプ大統領が、3年後ですかね、大体3年後に、はい、大統領になる可能性大きいと思いますね。まあ、私もいろんな資料を読んだりした結果、はい、まあ、言うんですけど、まあ前回の大統領選挙は本当に不正だったと思いますね。不正がたくさんあったと思います、はい、そういった証拠はいくらでもあると思います、まあ、私がこういうことを言うと、まあ早川牧師は陰謀論を信じてるっていうふうなことをまあ言う人もいますけれども、まあ、私はいろんなものを読んだり見たりした結果、まあ、こういうふうに、考えて、いる一人ですね、はい、ですからやっぱり今度の中間選挙にしてもまた次回の大統領選挙にしても本当に、不正のない、選挙システムのもと選挙がなされるようにとですね、本当に祈らなければいけないというふうに、まあ、思いますね、はい。まあ、神様はね、その不正選挙が行われたことで、まあ、トランプさんが大統領になれなかった、本当は票数からすればトランプさんが大統領になったと、投票数だったと思うんですけど、そうですね、しかしそういう民主党の策略で、不正選挙で落ちてしまったけれども、でも神様は逆にそれも用いて、もっと素晴らしいものを用意されてるんじゃないかと期待するんですけどね。そうですね、私も本当にそう思いますね。で、その、まあ、バイデン陣営というだけではなくて、その背後にものすごく大きなものが、まあ、あると、まあ、私は考えていて、そういったものが本当に、まあ、メディアにしてもいろんなところをですね、抑えている、司法も抑えている、まあ、その結果、まあ、トランプ氏はですね、前回の大統領選に、まあ、本当は勝利していたんだけれども、一番今までの大統領の中でたくさんの票を取ったのだけれども、それでも負けてしまったということが、まあ、起こったんだろうというふうに、思っています。はい、まあ、これは誰に何と言われようと、私はそのように考えている一人ですね、はい。まあ、バイデン政権が失敗が多くて、民主党に入れた人たちも今後悔して、バイデン政権に対してこの批判的になっている人が増えているそうですね。そうですよね、でやっぱりそういったことはアメリカに住んでいる人たちが、しっかりとこう感じていること
だということなんですけれども、私が最近読んだですね、この本にもですね、そういうことが書いてあるんですね。これ山中泉っていう人が書いた、まあ、これアメリカにいる、まあ、日本人なんですけども、この方が書いた本にも、本当のアメリカ人の考えてること、感じてることがですね、書いてあって、今麻生さんが言われたようなことをですね、多くの人が感じてるんだってことが、まあ、書いてあるんですね。ですけれども、やっぱり、選挙のシステムにですね、いろんなそのソフトが導入されて、デジタル化になったために、まあ、誰かがそのシステムに介入すれば、票のその数を簡単に変えられてしまうということが、まあ、起こり得るんですよね。これもアメリカだけでなくて、いろんな国で起こっていると、まあ、私は思っているんですけども、そういったことがないようなですね、やっぱり管理システムっていうものを本当に作ってほしいなと、全世界で作ってほしいなというふうに、まあ、思いますね。はい、まあ、これもなかなか面白かったです。それからちなみにですね、はい、今日読み終わった本なんですけど、これですね、これウクライナで日本大使をしていた方が書いた本なんですけども、はい、トランプ大統領が、ディープステートについて、まあ、言及されたんですが、そのディープステートとは何かということをですね、ウクライナの、まあ、大使をした方ですから、まあ、外交官ですけども、外交官的な目でですね、しっかりとこう書いてある本で、本当にこれもですね、トランプ大統領がなぜ負けたのかということをですね、まあ、しっかりと分析している、ある意味とても素晴らしい本だなというふうに、まあ、思ったんですね。はい、これもまあちょっとおすすめです。ただクリスチャン的な視点からすると少し、あるいはかなり違うなと思うことも書いてあるので、まあ、当然クリスチャンではないのでね、そういった、記載もあるんですけれども、まあ、世の中に何があるのか、何が起こっているのかということを知るためには、こういった本もですね、とても重要かなというふうに思うんですね。で、一つ、最近すごく思わされたことを、お話ししていいですかね。はい、もちろんもちろん。この情報に関してなんですけども、私ヨハネの福音書の7章を読んでるときに、はい、ハッとしたんですね。ヨハネの7章のですね、37節からなんですが、イエス様がある祭りの終わりの大いなる日に、立ち上がって大きな声で言われたんですね。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになります。イエスはご自分を信じる者が受けることになる御霊についてこう言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、御霊はまだ下っていなかったのである。この言葉を聞いて群衆の中には、この方は確かにあの預言者だという人たちがいた。そして41節ですね、7章の41節、別の人たちはこの方はキリストだと言った。しかしこのように言う人たちもいた。キリストはガリラヤから出るだろうか。ここで私がですね、ハッとしたのは、
このように言う人たちもいたと書いてあるんですけど、彼らはキリストはガリラヤから出るだろうかってこう言ってるんですよね。これはイエスはガリラヤの出身じゃないかっていう意味なんですよね。でも実際はガリラヤの出身ではない、ガリラヤで生まれたのではない、ベツレヘムで生まれたわけじゃないですか。だから彼らは間違った情報を握ってたわけですね。間違った情報を正しい情報だと思ってたわけですよね。でそういう彼らがこうも言ったんですね。42節、キリストはダビデの子孫からダビデがいた村ベツレヘムから出ると聖書は言っているではないか。このですね、間違った情報を握ってた人たち、そしてその間違った情報が正しい情報だと思っていた人たちは、42節を見ると聖書を知っていた人たちであるということがわかるんですね。つまり聖書を知っていても間違った情報を正しい情報だと信じきっていると真理には到達できなかった、できないんだということがここからよくわかるんですよね。まあ私はそう思ったんですよ。でこのような状況っていうのは今もとってもたくさん見られるものじゃないだろうかって思ったんですね。それは一人一人にも責任があるかもしれないし、またマスメディアがはっきり言いますけど嘘の情報ばっかり流すっていうことにも責任があるんですけれども、今本当に同じことが起こっているなと。聖書は知ってるんだけど間違った情報を持っていて、それが正しいと思っている人たちがたくさんいるなって思ったんですね。まあ私も本当に、自戒の意味を込めて、これを言っている、言わなければいけないと思うんですけれども、その結果何が起こったかというと、43節、こうしてイエスのことで群衆の間に分裂が生じた。分裂が生じたんですね。今まさにですね、全世界に起こっていることは何かというと分裂だと思うんですよ。コロナウイルスに関しても、またコロナワクチンに関してもですね、正しい情報が隠されている、間違った情報を正しいものだと思っている人たちが大勢いる。その結果世界中に分裂が起こっている。クリスチャンの間にも分裂が起こっている。まあ、本当にこの、ヨハネの7章に書いてあることが今この21世紀に、起こっているということだと思ったんですね。でこれずっと読み進めていくとですね、ニコデモが登場するんですけども、ニコデモはですね、他のパリサイ人たちとは全く違う態度をイエス様について、まあ、取ったんですよね。50節、他のパリサイ人たちは、まあ、イエスがキリストだなんて絶対信じなかったわけですけども、50節にニコデモのことが書いてあって、ちょっと読ませていただきますね。はい、彼らのうちの一人でイエスのもとに来たことのあるニコデモが彼らに言った。ニコデモはですね、クリスチャンの方であるならばご存知だと思うんですけど、もうイエス様がなさることはもう本当に、もうもしイエス様が神様から使わされたものでない限りできっこないことだっていう気持ちで、まあ夜だったですけれども、本当に真理を知りたい、イエス様は本当に、見てみたい、イエス様から直接話を聞いてみたいという気持ちで、まあそういう気持ちでイエス様に近づいていったんだと思うんですよね。だからそういう意味で他のパリサイ人たちとは全く違う行動を取ったわけですよね。で実際にイエス様と話をしたわけですけども、そして彼はそういう、まあ、バックグラウンドを持っていて、51節に書いてあることを言ったんですね。
私たちの立法はまず本人から話を聞き、その人が何をしているのかを知った上でなければ裁くことをしないのではないか。つまり聖書にも何か疑問があったら自分でちゃんと調べなさいと言ってるじゃないかと。でニコデモはそういうことを自分でしたわけですけども、他のパリサイ人たちはしてなかったわけですよね。してなかったのに、パリサイ人たちは52節に書いてあるようにニコデモにこう言ったんですね。彼らはニコデモに答えて言った。あなたもガリラヤの出なのか、よく調べなさい。ガリラヤから預言者は起こらないことがわかるだろう。パリサイ人たちはですね、ろくに調べもしないのに、イエス様がガリラヤから出た、ガリラヤ出身だ、ガリラヤで生まれたとこう決めつけてるわけですよね。まあ、本当に、今の世の中にあることとですね、まあ、瓜二つなんじゃないかって思ったんですよ。だから本当に、まあ、繰り返しますけど、あの流される垂れ流される情報だけを、まあ、真実だと思ってですね鵜呑みにしてたら、もう絶対に真理には到達しないっていうことが、まあ、この7章からですね、とてもよく、まあ、わかるんじゃないかって思ったんですね。で、じゃ あイエス様はなんでこういう分裂が生まれた日に、誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさいと言ったのかっていうことをちょっと私、考えたんですけども、この祭りの終わりの日、大いなる日っていうのは、これあの大丈夫ですかね。大丈夫です。はい、ごめんなさい。あのこの祭りの終わりの大いなる日というのはですね、あのカリオの祭りのことなんですよね。でカリオの祭りっていうのはイスラエルの秋の祭りで、みんながすごく喜ぶ、一つになって喜ぶ、まあ、祭りなわけですよね。でそういう時に誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさいってこう言ったっていうことは、でそれが聖霊のことであるっていうことは、やっぱり聖霊を受ける、そして満たされるっていうことが分裂に対する、一番の答えであると、いうことを、まあ、イエス様は言いたかったんだろうなっていうことをですね、まあ、私は、まあ、私なりに、まあ祈りの中で、まあ、感じたんですよね。ですから本当にここに書いてあるメッセージっていうのは、今この21世紀にものすごく必要なメッセージなんじゃないかなって、まあ、思っているんですね。で実は今度の日曜日、私この川越の町にある台湾教会に行って、はい、まあ、この話をもっと簡単にして帰ってこようかと思ってるんですけども、台湾教会には中国人の方と台湾の方が一緒にこう、礼拝を守っている。あ、そうですか。で、はい、やっぱり彼らにもこのメッセージは分かってもらえるんじゃないかなと。外から見てると、わあ、中国人と台湾の方がね一緒に礼拝するなんてなんか大丈夫みたいな気持ちになる方もいるかもしれませんけど、やっぱ彼らが一緒に礼拝できるっていうのはやっぱり聖霊の働きだと、まあ、思ったんですよね。はい、まあ、そんなことでですね、ちょっと私が最近考えさせられた情報に関してですね、ちょっと分かち合いをさせていただきました。そうですね、はい、まさにアメリカも分断したし、はい、はい、そのコロナで世界中が分断したし、これはなんか全然予測もしないようなことが起きたわけですよね。そうなんですよね。はい、そうなんです。本当に誰も予測もしなかったようなことが今起こってますけど、まあこれから本当に
聖書に書いてあることが起こるんだろうな、まあもうすでに起こってるわけですけども、もっともっと、スピードを上げて起こるんだろうなって、まあ、思ってますね、イスラエルは最近はどうですか？イスラエルは。そうですね、イスラエルもですね、いち早くその、まあ、コロナワクチンを導入した国であって、3回目の接種だけでなくて4回目なんていう話もしてるわけですけれども、私はまあすごく危うさを感じるんですよね、いろんな意味で。大きなそのうねりの中に、いい意味でのうねりではありません、悪い意味でのうねりの中にイスラエルが巻き込まれてるんじゃないかっていうふうに、とても危惧して、祈っているところですね。で、実は去年の11月なんですけれども、私一人で、まあ、奈良県の三輪山っていうところに登ってきたんですね。はい。で、まあ、三輪山っていうのはですね、まあ、日本の成り立ちととても関係の強い、まあ、山だと言われてるんですけれども、山自体がですね、ご神体ということで、まあ、神として崇められているんですが、私その山に登る最中ですね、神様に求めたんですね。ただ単に登るだけではなくて御言葉を与えてくださいと。で、私のその、まあ、思いに神様が答えてくれたと信じている御言葉が、ありまして、それはゼカリア書のですね、あ、ごめんなさい、エゼキエル書の、36章あるいは37章あたりなんですけれども、例えばエゼキエルの36章の、1節2節にですね、こう書いてあるんですね、エゼキエル書36章1節2節、人の子よ、あなたはイスラエルの山々に予言せよ。イスラエルの山々よ、主の言葉を聞け。神である主はこう言われる。敵がお前たちに向かって、あはは、昔からの高きところが我々の所有となったと言っている。私、この三輪山に登りながらですね、まあ、いろんな日本の山にはあるんですけど、岩倉といってですね、神々の霊をですね、下ろすその岩がゴツゴツした礼拝所をいくつか見たんですよ。で、その岩倉の前でですね、大勢の人がうっとりしている状況、祈ってる状況を、まあ、見たんですね。で、本当にこの山は敵に取られてる、悪霊を下ろすために本当に悪魔が用いてるっていうふうに感じたんですけども、実は今から5、6年前に、イスラエルに行った時に初めてガリラヤ湖からヨルダン川沿いにずっと南下したんですよね。そしたら、ヨルダン川沿いに南下している時に、右側ですから、西側ですね、西側に、イスラエルの山々をずっと見ることができたんですよ。で、その時ふと気がついたのは、そのイスラエルの山々っていうのはいわゆる
ウエストバンク、西岸地区なんですね。ですからいわゆるパレスチナ人と呼ばれている人たちがそこに居住してるんですよ。で、聖書をよく読むと、そのパレスチナ人たちが居住している、西岸地区っていうのは、例えばアブラハムとかですね、そういった聖書に書かれてある、まあ神様が用いた人たちがいろんな意味で活躍した場所なんですよね。そこが本当にパレスチナ人の手に落ちているということに気がついてですね、ああこの御言葉に書いてある通り、敵がお前たちに向かって、あはは、昔からの高きところが我々の所有となったと言っているというのが今も実現してるんだなということを感じたんですね。そんなことをもう一度その奈良の三輪山に登りながら思い出して、三輪山の上からですね、この御言葉を何度も何度も何度も、読み直して、まあ、この36章全体を読み直して、いろんな御言葉を、イスラエルに向かって宣言 して帰ってきました。例えば36章の8節とか9節ですね、この御言葉何度も三輪山で、敵が取ってる、まあサタン悪霊どもたちが取ってる山でですね宣言したんですね、8節9節、10節11節あたりですけども、だがお前たちイスラエルの山々よ、お前たちは枝を出し、私の民イスラエルの民に実を結ぶ、彼らが帰ってくるのが近いからだ。まあこういう御言葉をですね、私は宣言して、帰ってきました、とても奈良からの、取りなしでありましたけれども、イスラエルのことを覚えて、とてもたくさんの祈りを神様に捧げることができた、そういう、取りなしの旅行となりましたですね、はい。いいですね。イスラエルの民が帰ってくると、確かに、はい、確かに荒れ地が、豊かな土地になって、作物が今、はい、すごくできてますよね。まさに聖書が言ってる通りですね。はい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 。まあ本当にこの36章あるいはまた37章あたりは、そのイスラエルの回復のために。私たちが、祈りの中で宣言するべき、とても大切な御言葉ではないかなというふうに思わされましたね、はい。今日聞いたある予言なんですけど、はい、荒れ地はクリスチャンがいない世界を表し、で、その木々とか花々が咲いているのはクリスチャンがたくさんいる土地を表すというような、そういう予言聞きましたけどね。ああなるほどという感じでしたね。はいはいはい。以前もきっとこの麻生さんの番組で話したことがあると思うんですけども、はい、今から、18年ぐらい前ですが、私中米のグアテマラのアルモロンガっていう町に行ったんですね、はい、町というか村なんですけど、はい、そこはなんですか、キャベツでも何でも、とにかくものすごくでかいんですよ。でその村の、90数%の人がクリスチャンでですね、本当に以前は殺人だったり姦淫だったり飲酒だったり暴力が満ちていた村だったんですけども、牧師たちが立ち上がって、祈り、その結果90何%の村人たちが全員その改心してクリスチャンになって、その結果土地が祝福されて、ものすごい大きなその作物が取れるようになったということで、私そこ行ってみて、感激したことがあったんですけどもね、本当に今麻生さんが言われた通り、クリスチャンが祝福を宣言するとですね、
祈るとですね、本当にその土地も喜ぶ、祝福される、大きな実をつけるっていうことだなっていうことを、まあ、実際に、まあ、見てきました。はい、アメン、素晴らしいですね。はい、あの、ごめんなさい、大きい作物見られたんですか？はい、見ました、見ました。素晴らしいですね。はい、で、あの、経済的にも皆さんね、あの、豊かになってね、本当にあの、いや、やっぱりこれが福音なんだなって、これが本当の福音の力なんだなって、まあ、思いましたね。まあ、日本もね、そういう風になるように、そうですね、あの、私たち、日本は祈って御言葉をね、これから宣言しなくちゃいけないな。クリスチャンが増えれば日本もまた回復 していくと思いますね。そうですね、本当にあの回復しなければいけないなと思いますね。だから 何らかのこう壁が打ち破られて、この年本当にまたブレイクスルーが、あのいろんなところで起こってほしいなと、まあ、思わされましたね。そうですね、期待します。2024年期待しますね。そうですね。じゃあ時間が来ちゃったので、あの、はい、お祈りしていただけますでしょうか？はい、わかりました。はい、よろしく。じゃあお祈りします。ハレルヤ、天のお父様、あなたの子供たちによってイエス様が神の子供であり、悪魔の働きを打ち砕くためにこの地に来てくださったことを信じる者たちによって、あなたの名前が、天のお父様、本当に聖とされますよ。今お祈りいたします。天のお父様、どうぞ私たち、この日本にあなたが今置いてくださった一人一人が覚醒して、いろんな壁をこの年打ち砕いて、主よ、本当に私たちがこの日本であなたの栄光を見ることができますように、どうぞ助けてください。アメン。天のお父様、あなたの御言葉は全て実現しなければいけません。アメン。どんなに人間が理解できないような、お、本当に困難も全て実現しなければいけません。アメン。しかしその上で、今私たちは、いや、私はこのようにイエス様の名前であなたにお願いいたします。主よ、今本当に世界の中でいろんな策略が、悪しき計画が立てられ、それが進められている結果、いろんな壁を感じて、多くの国々で、いや、ほとんど全ての国々で、あなたの御言葉を語るのが困難な状況がどんどんできつつあります。主よ、そのような状況の中で、私はあの人たちが、主よ、脅され、絶対にイエスの名前で語ってはいけない、教えてはいけないと言った時に、あなたに声を上げて言ったその言葉を今宣言したいと思います。アメン。主よ、今彼らの脅かしをご覧になって、しもべたちにあなたの御言葉を大胆に語らせてください。アメン。どうぞ麻生さんのこの番組もますます用いてくださいますようにお願いいたします。また御手を伸ばし、あなたの聖なるしもべイエスの名によって癒しと印と不思議を行わせてください。アメン。お願いいたします。アメン。日本中に手を伸ばしてくださり、おーしを癒しと印と不思議を行わせてください。アメン。私のこの農法もあなたが癒してくださったことを信じます。アメン。癒すのはあなたです。アメン。主よ、もちろんお医者さんも助けにはなりますけど、あなたこそは完全な癒しを行われる、おー、まことの神である、何でもできる方であることを今宣言します。アメン。主よ、この人たちが、弟子たちが祈りを終えると、集まっていた場所が揺れ動き、一度は聖霊に満たされ、
神の言葉を大胆に語り出したと聖書には書いてあります。主を聖霊に満たされたのは初めてではありませんでした。二度目の出来事でありました。すなわちあなたは一度だけ満たす方ではなくて何度でも満たす方であることを信じます。アメン。どうぞ主よ、この年私たちを何度でも何度でも何度でも聖霊で満たしてくださり、主よあなたの御言葉を語らせてくださり、また私たちのこの唇を持ち、私たちこれを持ち、主よ印や不思議やまた癒しを行わせてくださいますようにお願いします。そして全ての人があなたこそ主であると告白するその世界が打ち立てられますように、お暗闇の中で暗躍して働いている全ての者たちが今あなたにひれ伏しますように、今イエス様の名前で祈ります。そして主を今取っている者もが本当に返しますように、取られているところが返されますように、今イエス様の名前で祈ります。主よあなたの御言葉が全部成就して、あなたの勝利が、あなたの作られる新しく作られる世界に必ず輝きますから、心から感謝します。主よそのことを私たちがゴールとしていつも心に刻みながら前に歩くことができるこの新しい年2022年でありますように、今イエス様の素晴らしい名前で今これを聞いている全ての人たちを祝福して祈ります。アーメン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 。ありがとうございます。アーメン。ありがとうございます。いやもう力強い祈りでですね、すごく励まされました。いやアレルギー感謝します。ちょっと真似をしますね。それから真似をして。はい、ありがとうございました。はい、ぜひまた機会があったらお願いいたします。はい、ありがとうございました。はい、はい、今日は本当に久しぶりで、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、それじゃあ皆さんまた明日、はい、明日の朝7時にお会いしましょう。はい、シャロー、はい、シャロー。ありがとうございました。失礼します。感謝します。アメン。感謝します。